ここは公園下、金沢でね最も贅沢なね場所の停留所なんですよ。四季折々、今日はね紅葉が見れます。まもなく冬になって雪の金沢城といった塩梅ですよね。私今描いているところはね、その時代堀が巡らされてて、その堀の下になるんでしょうかね、ひょっとしたら水の中から金沢城を見上げているのかもしれません。そんな思いも巡ります。さて今日は金沢百景取材の最後の一枚となったんですよ。若い頃お城なんか描くようになったらおしまいやなと、生意気なことを言いましたが、今は新しい出発だと思っています。日本画家ドド利政、洋画家小田根五郎、二人が描く金沢。2002年から2004年まで毎週土曜日に放送していた金沢百景、初回から100回放送分までの作品を一つにまとめたのが書籍金沢百景です。インターネット通販サイト金沢屋でお求めいただけます。詳しくはご覧のところまで。